ちなさいよ。の思考に異論を挟むつもりはないが、それほど美しい光景というわけでもないと思うのだが。山頂付近からは美しい景色を望めましたよ。後でご一緒にどうですか？それはいい。タケルと共に眺める景色はまた格別であろうな。ん？やはりタケル様、どこかお体の具合でも悪いのではありませんか？医者を呼ばせよう。何もなければそれで良いではありませんか。旅先では早めに手を打つことが大切ですよ。どうした？あ。
手料理差し上げましょう。殿方にとってこのような機会に活躍できないことがご無念であるということは重々承知しております。私たちの間で何を水臭いと言いたいところだが、それが理解できぬほど我らも鈍感ではない。それを恥を忍んで打ち明けていただいた以上、その信頼に応えるのが三剣の務め。必ずやそなたをゲレンデの帝王に鍛え上げてみせようぞ。無論だ。それも考えましたが、このことは私たちだけの秘密なれば、そのようなことはいたしません。これはいいなことを。いえ、お待ちなさい、名よ。そういえば、タケル様が何をなさりたいか聞いておりませんでした。なるほど。確かにウィンタースポーツと一口で申しても様々ありますね。してタケル、そなたは何がしたいのだ。タケル様、私たちにご教授できるのはスキーなのですが、それでもよろしいでしょうか。スノーボードは経験がなくてな、一度経験してみたいとは思っているのだがな。ご飯
秘密が暴かれてしまったことは仕方があるまい。しかしタケルにその気があるのなら私はいつでも指南するぞ。そうですわね。それでは中に参りましょうか。